皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうです。全30チーム紹介動画20チーム目はサクラメントキングスです。では行きましょう。キングスの本拠地はゴールデンワンセンター、カリフォルニア州サクラメントにあります。ウェスタンカンファレンスに所属しており、昨シーズンは西の3位、ヘッドコーチは昨シーズンからマイク・ブラウンが務めています。昨シーズンのキングスはオフェンスレーティングがなんとリーグ1位の 119.4。 マイク・ブラウンが来たことによりオフェンスがいろいろシステム面から見直され、サボニスを中心としたオフェンスの展開と、それに対してモンク、フォックスなどの得点力のある選手が多数いるということもあり、この結果になったのかなと思います。圧倒的なオフェンス力を武器に昨シーズンはリーグを蹂躙、西のサプライズチームとしてレギュラーシーズンを3位で終え、プレーオフに久しぶりに出場しました。惜しくもプレーオフではゴールデンステイトウォリアーズに負けてしまいましたが、ウォリアーズ側としてはキングスのオフェンスに対する策は特になく、なんとかステフィン・カリーの力によって殴り勝ったというだけのような気がします。もともとディフェンスコーチであるマイク・ブラウンが今シーズンそのあたりも見直してくるのかなと思うので、とても今シーズンも楽しみなチームかなと思います。ワンオンワンに固執せず、人とボールがとてもよく動くチームですので、そのあたりを好きな人はこのチームを見ることをお勧めします。それではロスター紹介やっていきましょう。まずはガードから。1人目はこのチームのエース、ディアロン・フォックス。現在の NBA においてナンバーワンのスピードを誇るスピードスター。またミドルレンジショットも大変上手い選手であり、距離を離せば外から打たれ、距離を詰めればスピードでぶち抜かれるなど、本当に止めることのできない素晴らしい選手です。2人目はこのチームナンバーワンのシューター、ケビン・ハーター。昨シーズンはスリーポイントを 6.8 本主導し、その成功率は驚異の 40.2%。ランニングシューターとしてこのチームにとって必要不可欠な選手となっています。3人目はベンチからの起爆剤、マリク・モンク。昨シーズンサクラメントキングスに FA で移籍し、ベンチからの出場で13得点を挙げるなど大変優秀なスコアラー。プレーオフ等ではなかなか止められることができず、本当に体感としては 100% 入ってるんじゃないかっていうぐらいシュートを決めてこられて大変厄介な選手です。他のガードはこんな感じ。デイビオン・ミッチェルは次で NBA 経験が3年目となる大変優秀なディフェンダー。ハンドラー D としてプレーオフ等でも活躍するなど、本当に今後の成長が楽しみです。コルビー・ジョーンズは今シーズンの2巡目ルーキーとなっています。続いてフォワード。1人目はハリソン・バーンズ。31歳のスモールフォワード兼パワーフォワードです。スリーポイントを昨シーズン 4.3 本主導し、37.4% で決めたり、ファールドローが上手かったり、ディフェンスが上手いなど、本当にベテランとしてこのチームの勝利に貢献していました。2人目はキーガン・マレー。203センチのスモールフォワード、昨シーズンのルーキーです。ルーキーでありながら昨シーズンは80試合に出て、そのうち78試合をスターターとして務めていました。典型的な 3&D タイプの選手であり、ディフェンス、スリーポイントともに大変上手い選手です。昨シーズンは 6.3 本主導しながらスリーポイントを 41.1% で決めるなど、今後の成長がとても楽しみな選手です。3人目はトレイ・ライルズ。205センチのパワーフォワード、スリーポイントが得意なストレッチ4型の選手であり、チームの勝利のためにはどんなに泥臭いことでも進んで引き受けてくれるなど大変優秀な選手です。昨シーズンのプレーオフではスモールボールラインナップを敷いた際にセンターを務め、その奇策によりウォリアーズは完膚なきまで叩きのめされました。他のフォワードはこんな感じ。ケスラ・エドワーズは昨シーズン途中ブルックリン・ネッツからトレードでやってきた選手になります。次で NBA 経験が3年目となる選手ですので、今後の成長に期待したいなと思います。クリス・デュアレテは今オフにトレードでインディアナ・ペイサーズからやってきた選手になります。彼もまた次で NBA 経験が3年目となる選手ですので、成長に期待したいなと思います。サーシャ・ペセンコフという選手はユーロリーグの MVP だった選手ということなのかな。おそらくそんなような話で聞いていますが、そのような形で今シーズン新たに加入した選手になります。プレシーズン見てる限りではストレッチ4型の選手なのかな。スリーポイントが得意なタイプの選手だと思います。最後にセンター。1人目はこのチームのもう1人のエース、ドマンタス・サボニス。215センチのセンター兼パワーフォワード、以前紹介したニコラ・ヨキチと同様にポイントガードを務めることのできるセンター、通称ポイントセンターです。非常にアシストが多い選手であり、彼の加入によってキングスはより効率的なオフェンスをすることができ、このチームの大躍進の立役者となったと言っても過言ではありません。2人目はアレックス・レーン。218センチのディフェンシブ型センター。昨シーズンは26試合の出場にとどまってしまいましたが、今シーズンは彼のさらなる躍進に期待したいと思います。3人目は35歳の大ベテラン、ジャベール・マギー。
ウォリアーズ、レイカーズ等で優勝リングをたくさん獲得しているセンター。ディフェンス、オフェンスともにいろいろできますが、年齢のこともあり、果たしてどうなっていくのかなというところは心配ではありますが、プレシーズンを見ている限りはそんなに衰えていなさそうです。たまにおっちょこちょいなミスをしてしまうというところが大変面白い選手ではありますが、そんなことは置いといて、とにかく彼の活躍に期待したいなと思います。それではおすすめ選手やっていきましょう。一人目は NBA ナンバーワンのスピードスターディアロン・フォックス。昨シーズンのフォックスはとにかく神がかっており、スコアリング面ではフィールドゴールなんとガード部門にして 51.2% で決めるなど、本当に止めることのできない選手。先ほども話したように距離を離せば外を打たれますし、詰めればその持ち前のスピードでぶち抜かれるということもあり、本当に誰なら彼を止められるんだろうというぐらい素晴らしい選手でした。昨シーズンの得点は25得点、アシストも 6.1 本するなど、本当に素晴らしい選手であり、それらの功績も認められ、昨シーズンは初となるオールスター、そしてオール NBA サードチームに選出されました。2人目はこのチームのオフェンスシステムの要、ドマンタス・サボニス。ポイントセンターということもあり、昨シーズンのサボニスが行った平均アシスト数は 7.3 本、これはリーグ11位の記録となっており、彼より上にいる選手はほとんどがポイントガードです。1人ニコラ・ヨキッチという化け物がいますが、まあ彼の話は置いておきましょう。とにかくパススキルがとても高い選手ですので、キングス自身がカッティングがとても多いということもあり、それに合わせたピンポイントのパスや彼を絡めたハンドオフからのプレーなど見ていてとても楽しいのかなと思います。またポイントセンターとしての力として、アシストの話ばかりしましたが、センターとしての力も大変凄まじく、昨シーズンは平均得点を 19.1 得点、そしてリバウンドはリーグ1位となる 12.3 本取るなど、本当にこのチームにとって必要不可欠な選手となっているのかなと思います。以上を踏まえてスタート予想をやっていきましょう。私の予想は見ての通りです。昨シーズンのスターターが全員残っていて、またそれで大変強かったということもあるので、スターターはこのまま行くのではないかなと思っています。現在プレシーズンでキーガン・マレーが出ていないのは怪我なのかレストなのか私はわからないんですけど、その代わりサーシャが出ているのかなと思いますが、どうするんでしょうかね。サーシャを使うのか、それともキーガンを使うのか、まあどちらにしても大きく変わらないのかなと思っていますし、はい、とにかく今シーズンはオフェンスは強いことが証明されていますので、昨シーズンで今年はディフェンスをどのようにしていくのかなというところは大変見ものかなと思っています。どうだったでしょうか。全30チーム紹介動画20チーム目、サクラメントキングス編、これにて終了です。先日コミュニティのコメントというか、なんかの投稿する機能があって、それで上げさせてもらったんですけど、気づけばチャンネル登録者が200人超えてまして、はい、とても嬉しいですね。ホークス編から数えて今20チーム目ということで、この動画上げるようになってから結構増えて、自己満で作ってはいたんですけども、まあそれなりの需要があったということだったりとか、あとはコメント欄等でいろいろ励ましの声というか、応援の声いただいて、とても嬉しく思っています。はい。いつもありがとうございます。残り10チームということで、頑張ってシーズン始まる前までには上げたいなと思っていますが、もう残り10日間ぐらいですか ?10 日間ってなるともう1日1本上げなかったらきついんですけども、まあ、なるべく頑張ります。今、プレシーズン始まって、まあ、中頃ですか今。中盤戦ぐらいになってるんですかね。ウォリアーズはまだ1回しかやってないので、まだまだ始まったばっかって感じではあるんですけども、はい。ただ、怪我が結構多くなってきてますよね、今ね。
そこがとても怖いなと思いながら、本当にどの選手も怪我だけはしてほしくないな。やっぱ怪我しちゃうと見てて見たい選手がいないっていうのもちょっと辛いものですし、見応えがなくなってしまうということもあるので、残り10日間ぐらいのプレシーズン、本当に大きな怪我なく過ごしていってほしいなと思っています。ということで、土日今回仕事休みなので頑張って動画上げたいなと思っております。はい、ということで、また次の動画で会いましょう。いつも高評価、チャンネル登録してくれてる方々ありがとうございます。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。